この30年は何だったのか。しかしそれは、王の権威、それを不当に排斥し続け、求める特別を縁とした行為でしかなく、被害者にも憤慨はある、同じような内容。理不尽である、失ったものが大きく、そしてその理由はあまりにも低レベルな理由だ、そんな感じ。自分を誇れる存在になりたかった。ただ他者を足蹴にしそれはなるか。ことあるごとに、無能、その侮蔑はそこにある。ユダヤの王さえ否定できなかったが、30年も前のちょっとした過失を今さら、それは価値観の問題としては感じる。些細でどうでもいい経歴、それも開示することもされることも、微妙になぜか、重い否定感がある。現状に実は同意もあっても、不正は、不正としてある。今の審判者は、大賀さん、大衆、ではある。神の神殿に上がる議題はいかなる審判へか。